さんが今海外に売り込みをかけているのがこちらのリハビリ装置です。こういうふうに歩くと、もう再現するという、そういう装置。もちろん、外からそういう情報っていうのはたくさん入ってきますね。例えば、貧しい国に一般的に言われているの中には、非常に富裕層の国がいらっしゃって、金持ちの人たちは、非常にプライドがあって、表に出てこう、なんかどっかに行ってリハビリテーションするというのを非常に嫌うという。国によってあるらしい。ホセさんの活躍で現在台湾の企業との商談も進行中。難民のこと日本でイメージのことチェンジする。それはもっと考えます。元気、毎日元気。日本が前向きに難民を受け入れる日はやってくるのか。そこには課題もあります。この辺を申し上げると、はい、優秀とは言っても、やはりかなり経験も違いますし、働き方も違いますので、かなり不安定だと思います。ですから、そこの、実際会社がうまくいくかどうかというところというのは、会社側もどこまで本気かどうか、会社を変えていこうという覚悟の上でこのやっていただけると、それに応えると思います。当然、いろんな課題はあるんですけれども、まずは難民認定申請中でも企業は雇えるんですよってこと自体はまだ浸透してないので、まずはそれを広げてもらっちゃいます。ではニュースまいります。安全運転の支援を初めて実用化しました。トヨタ自動車は今日、高級セダンクラウンの新型モデルを発表しました。車体のカラーをこれまでの6色から12色に増やしたほか、ターボエンジンを搭載したモデルも含めます。またオプション装備に運転支援システム ITS コネクトを世界で初めて採用します。信号などに設置した通信機器から情報を受信し、ドライバーに赤信号を知らせたり、歩行者に注意するよう促してくれる仕組みです。フォルクスワーゲンによる介護不正問題で韓国でのリコール対象がアメリカでの5車種に加え、新たに11車種追加される見通しとなったことが分かりました。新たに加わるのは SUV のビグワンやコロナで、対象者全体ではおよそ12万台に上ります。これはフォルクスワーゲンの現地法人が韓国環境省に報告したリコール計画から明らかになっています。東京一極集中を改める、大阪を福祉とに、なんとか持っていきたい。橋本徹大阪市長と松井一郎大阪府知事は今日、大阪市で会見を開き、大阪再生、大阪の福祉と化を掲げる国政政党大阪維新の会を結成すると発表しました。維新の党の大阪系国会議員ら十数人が参加する意向です。新党は憲法改正を伴う統治機構改革を掲げ、安倍政権との連携も視野に入れています。スポーツ行政の司令塔となるスポーツ庁が今日発足しました。初代長官にソウルオリンピック競泳金メダリストの鈴木大地さんが就任しました。現役時代、後ろ向きで泳いでおりましたが、前向きに取り組んでいきたいというふうに思っております。